こんばんは。1月23日午後4時になりました。第65回しゃべくり松代の時間です。今日の松代なんですけども、朝はねすごく暖かかったんですね。それでお昼頃にねちょっと雪降ったんですがね、それで晴れてまた外はね雪見たんですね。寒くて嫌です ね、 ね、あの夕方ちょっと冷えましたね。そうですね、はい、でもちょっと寒いですね、はい、いやそれで、このおしゃべくりまちろは毎回生放送でお送りしておりますということで、今日のゲストなんですけれども、清洲町にお住まいの、宮林茂成さんお呼びしました。よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。ところで宮林さん、はい、なんか表彰されてる続けてるということなんですけど、何表彰されてるんですか？実はあの、うん、河川愛護会という会が真っ白にあるんですが、これですかね。はい、これね、これですか。平成の、ね、21年に、河川清掃活動、うん、功労賞というこれをいただきました。あ、すごいですね、はい、これが21年。はい、22年にはこれですね。はい、これ、はい、22年には、はい、北陸地区、はい、自炊大会、うん、自炊水防功労賞という賞章をいただきました、うん、はい、21年22年、はい、続けてもらって、はい、まあ、昨年、まだ昨年の、昨年平成の、はい、大きいね。平成の23年には日本河川協会から水大賞という形で、市民活動賞ということをいただきました。ありがとうございました。3年続けてもらったんですけど、はい、なんで宮林さんがもらったんですか？いや、私じゃなくて、言うなら真っ白の住民の方 のご苦労に対しての表彰だと思います。はい、宮林さんが会長さん、会長さんのところでもあったんですか？たまたま会長じゃなくて、真っ白町河川愛護会の方でいただいたということであります、うん、はい、その経過っていうのはその会長さんになったという経過っていうのは何年前ぐらいかな。たまたまね、うん、8年ぐらい前でしょうかね、私もあの区長をやってる自分に、はい、大先輩である方に、うん、今度区長終わるから、ね、河川愛護会の方ちょっと手を出して、うん、助けてくんねえかなんて言われたもんですから、どうも断れきれねえ部分がありましたので、うん、それからちょっと8年が経ちます。会長8年。いやいやいや、会長はまあこれで1期で、2年やらせていただいてますが。はい、そうなんですか。でこの河川愛護会っていうのはどんなことされてるんですか？実は真鶴町に河川愛護会という組織があるんですが、はい、この会の歴史というのはねかなり古いんですよ。どのぐらい？設立が昭和35年ということで、35年っていうと今日まで50年、52年間、あ、そうですか、長い間活動を継続しております。この会の発足のきっかけですがね、これは昭和33年、34年とあの大きな水害に見舞われたんですよ、はい、こんなことで、真鶴町には一級河川が、4河川あるんです。4河川、はい、うちの横を昼間通ってるけどあれもそうですか？あれもそうなんですよ、一応はね、昼間神田川、神田川、昼川、はいはい、富士山が、富士山が、清野川、あ、で4河川、4河川あるんです。まあ、その4河川がたまたま、うん、水害にありまして繰り返される水害をどうしたらいいかということで、うん、地域の区長さん方はじめ、うん、住民の方と、まあ、一緒になって、取り組む組織をということで、昭和35年に、設立をされて、
現在に至っているわけですが、でそれ運営っていうかなんか理事の方っていうのがいらっしゃるんですか。あの各地区から、うん、副会長という形で出ていただいております。じゃあ会長さんと副会長さんでやってらっしゃる。まあそこの、今の言った一級河川の、河川の中に、部会というのがありまして、部会長という方も出てきていただいて、今その中で運営をしている石破ママ、住民の方が一生懸命やっていただいているということです。はい、そうですか。でもあの、うん、専用活動とすればあの、まあ、推計ごとに、危険箇所とか、うん、あるいはあの調査点検等々を行いながら、あの河川の草刈りあるいはあの清掃、不当投棄のパトロール、ね、2、3回やらせていただいてますが、そんなことでもあの河川の施設 の、うん、整備とか保全とか、ことをやったり、あるいはあの水系ごとにあの各地区から出されるあの要望ですね。まあ、危険箇所があるとどうしても地区の方は心配ですから、要望を出していただいたりしている、そういう活動もしながら、まあ、言うなら住民総出で活動を続けていると。住民って我々みんなそうなんですか。まあまあ宮坂さんもそうだと思いますが。そうなんですか。まあご苦労いただいてるんですが、どうもすいませんです。どうも、はい、あ、分かりました。そんなことで毎年、まあ、あの清掃活動等をやらせていただいてるんですが、まあ、昨年のあの産業活動参加された方についてはね、5300名ぐらいですか。で、産業距離松代の人口、人口がね、5800個か、個ですね。そうですね。はい、いやね、人口は1万8000だもんね。5800ですね。で、まあ、産業に出ていただいた方が昨年は、まあ、5300名が、はい。なるほど。で、産業をしていただいた距離が37キロ強ですかね。あ、そうですか。そんなことで、まあ、地域の川は地域ので守るという理念で、わかりました。まあ住民の方に、参加をしていただいております。まあこの今申し上げた通り参加いただいたこの名誉ある賞についてあの、地域の住民の方も、長期間地道な活動を続けて、積み重ねた結果でなかろうかなと思っています。あ、そうですか。まあ、今後もまた住民の方にご協力いただきながら、安心安全の街づくり、地域づくりに参加しながら続けてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。ところで宮川さん、はい、まだ表彰されたそうなんですか。他にも表彰、いやいや、なそれはあの松代町、福祉協議会の方でちょっとお手伝いをしているもんですから。これですか。この爽やかな、ね、爽やか創業ボランティアをやってますが、はい、あ、このボランティアをされてて、はい、それで有料ドライバーということで、そういうことじゃなくてね、ここにあるこれですか。実はね、私もされたと、私もねそんなに経ってるかなと思うんですよ。もう8年すごいですね、やらせていただいたということで、ご褒美にいただきました。はい、有料ドライバーってことじゃないんですか。そんなことね、私みたいな鎌倉はそんなことねえんだけども、はい、そうですか。やはりこれはボランティアさんだと各家庭にいらっしゃるんですよね。それで各家庭 その個人情報みたいなのもお知りになっちゃって、そこら辺もあれで大変でしょうね。ボランティアやっててその利用される方、いろいろな方もいらっしゃいますけども、今介護される方も、する方もいろいろこのなんていうんですか、気の立つこともありますしね、まあ、いろいろそういう場面を見てると、悲しい思いしたり、まあこうだなということもありますけども、まあまあ、そういう送迎する利用している方の、なんていうの、元気に生きている、そのパワーを、ね、本当にもらって、私もこの8年間できました。ありがとうございました。パワーもらって元気ね、
いやいやね、本当にね、今のこういうボランティアやってるといろんなあの場面に、うん、見まして、また会いますけどね、うん、それよりまあ一生懸命生きようというそのパワーの方が一番いいんじゃないですかね。そうですか。今宮川さんね、その、はい、悲しい思いもっていうふうなおっしゃったんですけど、はい、やはりそういうボランティアされてて悲しい思いなんてたくさんあるもんなんですか。あるけどね、あの、うん、たまたまそれ口に出してさえ、うん、いろいろこうだあだということについてはちょっと厳しいものがありますからね、あですよ、まあ、それより、そういう利用する方のパワーをいただいて、うん、元気にこれからもやろうかなとこう思っていますが、はい、そうですか。それで、はい、またそのボランティアで子供を見守りたい、それはね、それもそうなんですか。長野市のシルバー人材センターというのがありまして、うん、そのマスロ班ということで、うん、マスロ班の方であの3年前から子どもの通学路で、ボランティアを やらせていただいてます。あ、はい、そうすると朝晩、そうですね、登下校の時間のある会員の方は一つ埋めてくれよと、こういう指示は出してあります、うん、で会員の方って何時に、今ね、シルバーの私たちの班にはね、うん、130名ほど登録はしてあります。その中で30人ほどこの見守り隊の、実際には、見守り隊の会員になっていただいてます。そうなんですか。はい、まあ、私もあの、うん、朝晩時間のある時は増野小学校の前の黒門のとこで子どもたちを朝迎えております。子どもたちいいことですよ。山下さん、それでね、うん、先ほどね、はい、パワーもらってるっておっしゃったんですけど、はいはい、やはり子供さんからもパワーもらってるんじゃないですか。そうですね、もうタッチで、あ、タッチで、タッチで、ハイタッチで、はい、そうですね、そうですか、はい、なんかこうお聞きするところによると、なんかこう子供さんのみんな名前と顔とか、もうね、朝行って、うん、今日来ないなって言うと、うん、子どもたちがちょっと今日具合から、ね、欠席だわなんて言ってくれますけどね、うん、見るとちょっと心配の時もありますし、はい、子どもたちの方がね、本当に何て言うんでしょう、こう素直で、こうだせって子どもたちの方からタッチを求めてきますからね、はい、嬉しいことです。本当から来るんでしょう ね、はい、ね、すごい元気で、まだね、まだ40代ぐらいに見えますね、はい、40代ね、もうそろそろもう、うん、この頭ですから、夏向きですから、はい、90ぐらい？は？まあ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 、冗談で、冗談でございます。というようなそんなね、冗談が言っちゃいけないので、はい、宮橋さんね、はい、なんか座右の銘っていうかね、はい、モットーというか、なんかその人生のなんか羅針盤みたいのがあるみたいな。羅針盤っていうことじゃねえんですけど、つい最近ですかね、ある新聞で読んだんですが、かきくけこ、かきくけこの、かきくけこじゃないですか、ね、かきくけこ、かきくけこ、はい、の人生というのを読ませていただきました。かきくけこ、はい、なんだっけそれは、ね、かはね、感謝の気持ち、感謝、はい、きは気配りをしろと、気配り、はい、周囲に気配りしてる、あ、宮川さんすごい、はい、だからもう本当に気配りね、いただいて、そんなことで、はい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 、気はね、気配り、気は気配り、はい、苦は工夫だそうです。工夫、はい、何工夫されてるんですか。一のその朝起きてこうだ、今日あれやろうこれやろうというその、うん、スケジュールを立つようなことじゃないですかね、工夫っていうのは。スケジュール、はい、工夫、はい、一日を過ごす工夫をしてると、はい、そうするとこう素晴らしい人生送れるんですね。いやいや、まあ、私もそれを見習いてなと思ってますけど、はい、毛はね、健康だそうです。あ、健康、やっぱり健康、これは分かったですね、はい、多分毛は健康じゃないかなと思ったんですよね、はい、これはちょっと読めましたね、はい、それで健康の秘訣は何ですか。健康の秘訣は一杯じゃないですか。一杯、はい、一杯飲んで健康、はい、これはいいですね、はい、もう最高、やっぱり健康のためには酒飲むと、はい、素晴らしい、はい、それで子は、子はね、好奇心だそうです。好奇心、はい、好奇心を持って何にも挑戦しろと、うん、こういうことらしいです。はい、そうですか、はい、好奇心ね、感謝、気配り、はい、工夫、健康、はい、
好奇心、はい、いうところで最後に、はい、なんか、はい、なんか一番のその人生その一番の座右の銘があるみたいじゃないですか。何ですか。まあこれから健康でいくには、うん、今も言ったけども一杯やりながら、うん、ノミニケーションじゃないですか。ノミニケーション、ノミニケーション一番いいんじゃないですか。ということで、はい、時間になりましたね。ありがとうございます。いや宮本さん今日はね楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。これで今日のしゃべり祭り終わります。ありがとうございました。来週の予告ですね。また出てきてしまいました。来週のパーソナリティ、はい、やる、はい、すごい初心者2人で初心者マークついてる、はいはい、どうぞ、はい、来週1月30日のしゃびくり松代、うん、ゲストはパッチワークキルト製作者の水沢よし子さんです、うん、女性の憧れの趣味キルト製作についてお話を伺います。なお先ほどのパートナー、うん、パーソナリティは私宮本と、うん、森ちゃんこと森山さんと一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。すごいコンビでいいですね、はい、いやそっちのにお見合ってるんじゃないですか。ちょっと来ましょう来ましょう、来ましょう来ましょう、はい、水沢さん出ちゃいましょうね、出ちゃいましょう出ちゃいましょう、出ましょう出ましょう、はい出ちゃいましょう、はい、水沢さんも来ていただいて、はい、水沢さん、はい、よろしくお願いします。来週ゲストドキドキしてます。はい、パーソナリティ、はい、よろしくお願いします。もう何回も出てるからね、もうね、ベテランだもんね、初心者マーク、はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。来週のしゃべくり祭りね、はい、この3人でやっていただきます。来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。楽しみに、よろしくお願いします。松代あなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。